今彼氏がいますが元彼がずっと忘れられず好きっていう気持ちが残っているように思います。そのせいで今の彼氏を傷つけてしまってて、でも今の彼も好きです。比較するとわからないです。もう1年ほど悩んでます。1年も悩んでるの？バレちゃってんだろうね、その気持ちが今の彼にも。で傷つけてしまっていると。でも今の彼も好き。どうかな。でも私もすっごい大好きだった彼がいて、でそれを1年引きずりましたけど、その間は私は彼氏はできなかったんですよ。やっぱりその彼が忘れられなかったし大好きだったから、ずっと1年悩んでたけど、このままじゃダメだと思って新しい彼がその時できて1年後とかに、それこそ私もその彼のことが残ってたけど、まあ、それはなんかもういい思い出として残ってたっていうか、だからやっぱ時間が大事なのかな。そのいい思い出にする時間が大切で、今は多分忘れられなくて、もしかしたらまた前の彼と付き合えるかもって思ってるから、そういう気持ちの残り方をしてると思うんですよ。なんかいつかまた一緒になれるんじゃないかって思ってるからこういうふうに悩んでると思うんだけど、それをいい思い出だって思うしまい方ができれば悩まないのかなとは思いますね。やっぱ時間が解決するのと、それを越す相手にまだ出会えてないのかなと思います。だから今の彼には申し訳ないけど、なんか多分その彼はその思い出を越すほどの人ではないのかもしれない。悩んじゃってるってことは、しかも1年も経ってるし、もしかしたらその彼はそういう相手ではないのかもしれない。だしこの気持ちで一緒に付き合ってて、そうやって傷つけちゃってるって分かってるんだったら、一回ちょっとゼロにしてちゃんと自分の気持ちを整理してからまた付き合うっていう風にしないと、この彼にもこの彼の人生があるからちょっとかわいそうかなと思う。本当に二人とも損してる気がする。時間を、本当に時間って戻せないから28歳になると、20代前半だったらもっと遊んだ恋愛とか、遊んだ恋愛っていうのはどうだろうって思うけどなんだ、結婚を意識しない恋愛ができて、できると思うんですけど、28歳になってくるとなんかやっぱ子供も欲しいって思ったりするから、この子が何歳か分かんないけど、なんか無駄にして欲しくないなと思います、時間を。だったら一回ちょっとごめんねって、やっぱ気持ち忘れられないからって言って終わらせて、もう一度その元彼にアタックしてみて、ダメで吹っ切れて次に進むとか、自分の中で整理して次に進むとかした方がいいのかなと思います。すごい本当に残ってたんですよその彼が、私もいつかまた戻れるんじゃないかって思ったけど、やっぱりそういうのが1年できなかったってことは、あ、もう無理なんだって自分の中でも思った。その年月が、その間一切会わなかったから気持ちもだんだんなんか薄れてきてる。いや私本当そういうとこあって、すっごい好きな人でもなんか3ヶ月とか会えなかったら、どんな顔だったっけとか思っちゃうレベルで忘れちゃうんですよいつもどんな会話してたっけみたいなタイプだから、なんか本当遠距離向いてないタイプなんですけど花子ちゃんは、はい、幼馴染との恋愛、結婚、憧れてる？私はめちゃくちゃいいと思います。憧れますよ。悪いところもいいところもめちゃくちゃ知ってるわけじゃないですか。楽に付き合えるし、それでお互い好きでいられるって、もう何も隠すものがないからめちゃくちゃいいなと思います。新しく出会った人と恋愛進めてくって、徐々に出していくじゃないですか、こういうの出しても嫌われないかなとか思いながら、でもそういうのが必要なくて、それも踏まえた上でお互い好きっていうのはもうめちゃめちゃいいと思います。私そっちの方が好きです。実際幼馴染的な人と付き合ったこととかってあります？幼なじみはないですね。知った上で友達でいたいって感じですめっちゃ仲いいですし、なんかすっごいいろんなこと言い合えたりするんですけど、お友達でいたいって感じです。それを踏まえて私はその彼は友達でいたいって感じです一年にはかなわないのかなって思ってきた結局顔なのかなって。そんなこともないと思います。
私はうわーどうなんだろう、でも清潔感が一番に大事だと思います。なんかイケメンさってよりもすごいちゃんと髪もしっかりねセットされてて、ヒゲとかも綺麗にしてて、お肌もちゃんと手入れしてて、で服もいつもちゃんとした服を着ていれば、イケメンとかイケメンじゃないとかってあんまり関係ないのかなと思います。その美意識が高くて清潔感があればそんなになんか私は気にならないですけどね。お顔が好みで選んだのか性格が好みで選んだのかいやでも私結構半々かもしれない。なんか雰囲気イケメンでやっぱ清潔感っていうところがその性格にもつながってくると思うので、だからそこの清潔感で私は見てる。オーラとかイケメンでもだらしなくて汚かったら私全然惹かれないし、それって性格にも通ずるから、だいたいだらしないんですよ、私生活とかも喋ってることとかも。でもなんか雰囲気がすごくいいオーラが出てて、清潔感があれば私生活もちゃんとしてるし、挨拶もちゃんとしてたり、くちゃくちゃ食べなかったりとか、もうすごくちゃくちゃ食べるのすごい私嫌いなんですけどちゃんと口閉じて食べてたりとかするのにつながってくるから、一番のポイントは私も本当に清潔感、そこ一番大事です。男の人にここ気をつけてると清潔感出るよってアドバイスするとしたら、姿勢と服装。やっぱりちゃんと背筋しっかりしててツンと立ってたらそれだけでも雰囲気出るんですよ。つげだそうですね確かに。でもなんかこうやってなんか背中丸くこう首出して歩いてるよりはやっぱちょっとスッてしてた方がそれだけなんか顔も明るく見えるし、服もだらしないなんか汚れた T シャツ着てるよりは真っ白な T シャツ着たりとかしてた方が印象はやっぱりいいですよね。これ聞いていいのか分かんないんですけど、フィギュア関係の方ですか、それとも一般の方ですか攻めてきたいや情報ありますよ。最新は一般の方です。そんなに恋愛経験多いわけじゃないので、28歳にして4人とかなんで。そうなんです。本当はこんなに上から目線で語れる実績はないんです私恋愛に恋することを忘れてしまいました。もうめっちゃわかります。あーでもわかるな、難しいなこれは本当に。